はようございます。2021年3月31日の配信です。昨日3月30日に中国の全国人民代表大会常務委員会は香港の選挙制度を変更することを全会一致で可決しました。これにより香港の議会である立法会などから民主派が事実上排除される仕組みが採用されることになりました。見直しの柱、改正変更の柱はですね、この立法会議員などの候補者、これが中国に対する愛国者かどうか、これを事前審査する制度の新設や、香港政府トップの行政長官、これを選ぶ選挙委員会の権限を強化するなど、中国による香港の統制締め付けが厳しくなる内容になっています。さらにですね、立法会、香港の議会立法会の定数を70から90に増やすわけですけれども、こちら増やした一方で、今のところは70の半数、35が直接選挙枠であったわけなんですけれども、90に増やすんだけど、この直接選挙枠は20に減らすということで、そもそも候補者が愛国者かどうかという縛りが加わるのに加え、その立法会における比率もですね、現状の70分の35から90分の20のみが、民意を、反映、すでに候補者の時点で、だいぶ選択肢を狭まってしまうわけですけれども、香港の民主化運動、香港の統制、ますます厳しくなっていくと思いますが、引き続き要ウォッチです。